バールハモンはカルタゴの主身。彼は空と植物の神格で髭を生やし曲がった羊の角をつけた老人として描かれていた。バールハモンの妻は谷戸だった。バールハモンの崇拝はカルタゴのフェニキア人植民地の間で盛んだった。カルタゴの神々の中でバールハモンの至上性はカルタゴとティロスの間の関係がヒメラの戦いで壊れた後、 紀元前後世紀に遡ると信じられている。現代の諸学者は、この神を北西セム語族のカミエール、またはダゴンに結びつけている。北アフリカとカルタ語において、バールハモンは特に羊と結びつけられ、カルタ語湾を横切ったところにある聖域ジェベルブ、コルネインにて、バールカルナイムとしても崇拝された。バールは、メルカルトとは同一視されていなかったと考えられている。 古代ギリシアの著作家たちは、ティーターン親族のクロノスと同一視し、古代ローマにおいては、サートゥルヌスと同一視され、第二次、ポエニ戦役に結果を受けたローマとカルタゴの間での文化的変容は古代ローマの宗教祭祀であるサートゥルナーリア祭りに影響を与えた。古典古代の資料は、カルタゴ人は幼児をバールハモンへの供物として生きたまま焼いた、と報告している。 バールハモンはアフリカのサートルヌスとしてローマ化されたが、その場合は多山の神として表彰されていた。ハモンの意味は不明で、19世紀にエルネストルナンが現在のトゥルスとアッコの間にあるハモンの遺跡を発掘し、エールハモンに捧げられた2つのフェニキア語碑文を発見した。エールは通常クロノスに当たると考えられており、BA ある反問はクロノスに相当するものとされていたことから、エールとバールハモンは同じものであるとされた。またしばした、ヘブライ語、フェニキア語のハモンは、火鉢を意味するとの説が唱えられ、火鉢の主という文脈から、彼は太陽の神格を持つものとされたイガエル・ヤディンは彼を月の神と考え、エドワード・リピンスキーはダゴン神であると考えた。フランク・ムーア・アクロスは、 カマンとの関連を論じ、ウガリットことアッカド語のアマノス山の名称との関連性を論じた。カマンをハマーンさんの一つとして、エール神のウガリット表記に由来すると論じた。バールハモンに与えられた古代の月の神である日本核の種という名は、前2112年頃支配していたウルナン、無朝時代の北、シリアで崇拝されていた。これは聖書にある、 カナンの征服の約束が与えられる前のアブラハムと、彼の祖先脱がシリアに滞在していた頃、ヘブライ族の祖先によって崇拝されていた。クロノスやサトゥルーヌスへのバールハモンの関連付けは古代、メソポタミアの資料にはなく、古代バビロニアの資料は、明確に、バールハモンをエール神の息子としている。このエールは、天空の主、と称された古代シュメールのニップール氏の出身であった。 エンリル神と同じ神格を持っていた。彼の二人の息子が神という月の神、およびアスタルトとして知られていた。月の神の娘は、金星の神イシュタルで、ウガリトヤカ何文字の古代資料では、バールアスタルトの妻となった。バールハモンは、宮尾8時11分で研究されている。それは、ソロモン王が所有していた、生産性の高いワイン畑の場所を示し、 王は畑を貸し出して千シェケルの収入を得ていた。その場所はバールギャットに否定されていて、アシェル族のハンモ門ンにも否定されている。パレスチナ中部のダセム近郊のビレーマンに否定する学者もいる。一部の学者は直接に場所を示しているのではなく、ソロモンが支配した領域が止める場所であったことの比喩で、あるとの見方を提案している。ありがとうございます。